はい、皆さんこんにちは、ぐっちーふうです。今回はですね、炊き込みご飯作りたいんですが、この間ですね、恵比寿にある賛否両論っていうお店に行ってきました。ノンストップとかでね、主演されている笠原さんがオーナーをやられているお店なんですけれども、僕初めて行ったんですね。なかなかですね、予約が取れない人気店ということで、うちの奥さんのしのさんが頑張って電話して取ってくれてました。数週間くらいで結婚記念日で一緒に行ったんですけれども、そこのコースで出てきた、最後に出てきた炊き込みご飯がめちゃめちゃ美味しかったんです。もう感動しちゃって、うわーすっごい美味しい炊き込みご飯だなと思いました。その炊き込みご飯が鯛と栗が入った炊き込みがあったんですよ。その中にちょっとこう実山椒が入って、甘みとこう鯛の旨味と、そして実山椒がこうピリッとちょっと入って、味がくるっとまとまって、しかも出汁できっとご飯炊かれてるのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあ、その辺がすごく感動したお炊き物だったんですね。ということで今回ですね、あのレシピを作らせていただくんですけれども、レシピ本も僕何冊か持ってます。すごく尊敬する料理人の方だなと思ってます。なので あくまでこう自分なりの解釈で美味しかったので作ってみましたみたいな、一ファンとしてのレシピでございます。ぜひじゃあ見ていってください。美味しいのでどうぞ。さあ、ということで作っていきたいと思います。時間がかかるやつからいきましょう。まあ、タイと栗、あとまあ実山椒ね、とお米と出汁で、まあ、すごいシンプルですけれども、じゃまずタイ、塩振っていきます。でね、今回の料理は割とね、タイのこう臭みとかが乗っかっちゃったりすると、実山椒があるからそんなに気にならないんだけど、ある程度臭みは取ってあげた方がいいかなと思うので塩を振ります。両面振ります。スーパーで買ってきたやつなんですが、骨とこう血合いとかもちょっとありますね、これね。本当は塩振って終わりにしようと思ったんですが、ちょっと軽く火を通しましょうか。で、感覚で言うと身の方が6割から5割強から6割ぐらいの塩で、皮目の方が4ぐらいの割合です。まあ、でも割としっかり塩振りました。はい、で、よくなじませて、臭み取りといえば清酒でございます。酒入れます。シャ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 で、まあ、両面よくなじませます。こちらね、僕らはこの高田さんの清酒ってものを使ってます。中に、ね、料理酒っていうやつだとね、塩が入ってたりするんですよね。これからも完全に酒だと思うんですけど、書いてね、これか、米と米麹できたアルコールなんでお酒なんですけど、塩見てるとね、タイに今塩振った部分にさらに塩が入った酒を加えていくことになるので、まあ、僕らは清酒を使うことをお勧めしています。そしたらちょっとこのままの状態で15分ほど置いておきます。で、そしたらね、ある程度タイの中からタイの汁気が出てきて、身がちょっと引き締まっていきます。で、臭みもね、そんなの含まれるので、ペーパーでしっかり拭くというところでやりたいと思います。ということで、じゃあこれを置いておきましょう。そしたらお米の処理とか、おい、じゃあ行きます。お米です。軽く洗いました。お米は2合です。これカツオの出汁で取りました、カツオ節のパックで取りました。2合分入れます。こんな感じ。お水入れて2合分まで入れて、出汁パック入れて炊いても OK。 まあ、今回僕に関しては出汁を作ってから入れました。まあ、どっちでも OK。 いってらっしゃい。スタート。普通に炊飯43分間炊いていきます。炊いまあ、10分、15分置きました。そしたらね、お湯沸かしました。お酒加えます。はい、そしたらですね、お湯にさっと通していきます。結構ね、こう血合いを落としたりするのもいいので、さっと、はい、お湯に通していきます。さっと、はい、こちらもどんどん入れちゃいます。さっと、さっと、こうしました。はい、そしたらこのね、液体はもう使いませんので捨てちゃいます。そして身をね、軽くぬめりもついてたりするので水で洗います。軽くでいいので洗います。こういうね、仕上げの部分とかを手で除いちゃってください。手でね、取れるところは取れます。骨とかもね、あるので怪我しないようにだけね、気をつけてください。はい、そしたらですね、1対1ぐらいかな、ちょっとこの辺僕曖昧量で作るので、後で微調整しようと思うんですが、50-50-50でいこうかな。酒、みりん、醤油、はい、そしたらね、これ沸かしていきます。で、その間にこれタイね、あの皮取れるので取ります。ペリッて
一回で通してるので、まあ、ちょっとヌルヌルはしますが、引っ張りは取れます。身がね、皮剥がすときにちょっと崩れちゃうんですけど、結局この後ね、フライパンの上で崩すので、あんまり気にしなくて大丈夫。皮をピリッと剥がして、そしたらこのままフライパンに入れます。おい、入れました。中火で加熱していきます。加熱していくと、その骨と身が取れるようになるので、そしたら骨はね、どんどん除いていきたいと思います。食べるとき使わないのでね。おい、こんな感じで骨取っていきます。この作り方は、教えてもらったわけでもなくて、出てきた料理を見て、なんとなく家庭でできそうな風にアレンジしたらどんな感じなのかなと思ってアレンジしているので、ちょっとその点はちゃんとお伝えしておきます。骨を除きながら、ちょっとこのまま煮詰めていきます。さあ、そこで登場です。こちら、実山椒。実際にスーパーで見つけて買ってきました。醤油と砂糖で漬けてるやつですね。これ入れます。このままこれ煮詰めていきます。ご飯もあと13分で炊けます。これも置いといて、火弱めます。弱火ぐらいにしました。あとは放置してて大丈夫なんで、最後にこの栗。栗が入ってたんですよ。これね、甘い甘栗。こういうやつではない。ちゃんと丁寧な栗を使ってると思うんですけど、まあなかなかね、家庭だとその栗買ってどうすんだみたいな問題もあると思うので、甘栗で作りました。これで僕試作してみたらやっぱり十分美味しくできました。なので今回はこの甘栗使っていきます。美味しい料理屋さんは普通にお客さんとして食べに行くんですけど、やっぱその中ではこれ美味しいなと思ったものは自分の中にこう取り入れていきたいなとは思ってはいます。なのでね、まあ、こんな感じで動画でね、いろいろどこのお店で食べて美味しかったよみたいなのは、お家で再現できるレベルにしつつ、皆さんにも作り方を教えたいなと思います。で、一応そういうシリーズで作るんですけど、大事にしておくと、特に作り方を教えてもらったわけではないので、その通り作っているわけではありません。僕は勝手に作ってます。で、個人的に作って、まあお家で食べて美味しく納得できるなっていう味に全部調整して、出しているものだと思ってぜひ作ってください。でもこれね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。この間料理教室のね、日にスタッフ向けのご飯で作ったんですよ。そしたらみんな美味しいって言ってて、すごい嬉しかったです。もうベースは僕のレシピではないのであれなんですけど、まあでも美味しいって言ってもらえるものをね、作るのはすごく嬉しいなと思うので、皆さんちょっと作ってもらえると嬉しいなと思います。こんな感じで栗食べやすいサイズにほぐしました。箸でこうね、ご飯と一緒に持ち上げて食べれるぐらいのサイズがいいと思います。はい、OK です。だいたいこれくらいしっかりね煮詰まったぐらいかな。で、これ以上煮詰めてっちゃうとタイでも焼いてっちゃうことがあるので、この辺で止めます。この後ね、だしで炊いたご飯に混ぜ込んでいくので、で口に食べた時にご飯の甘み、そこにはね塩気はないので、そこで合わさって食べていくとすごく美味しく食べれると思います。そしてね、この栗、たまに食感と甘みがふわっときて、なんか絶妙な感じなんですよ。なのでね、あと10分、9分ぐらいで炊けますので、そしたらガチャッと合わせて完成、皆さんにお届けしたいと思います。さあ、炊けました。開けましょう。バカッと炊いた、火で炊いたご飯。まあ、ここにですね、入れてきますよ。先ほどの作った鯛です。さあ、いい感じに味が煮詰まっておりますね。そして栗戻す。温まるんでちょっと置いてきます。まあ、1分2分ぐらい。お店で食べた時はこれ最後の方のご飯の締めのところですかね、で出てきたんですけど、もうもちろんね、炊飯器じゃないです。土鍋でしっかり丁寧に炊かれた状態で来ました。まあ、だしで炊いてるかどうかちょっと正直わかんないんですけど、土鍋で焼くと、まあ、強火で弱火でってこう調整しながら最後まあ10分ぐらい蒸らしたりとかして作ることが多いんですけど、まあ、そのタイミングでこう鯛をパパパパッ、栗をポンふたみたいな感じでしてできました、出てきました。まあ、なのでね、まあ、土鍋でもちろんこれ
レシピ作ってもよかったんですけど、まあ、炊飯器で作った方が皆さんきっと作りやすいし、俺もその方が嬉しいかなと思ったので炊飯器バージョンになっております。なので保温状態で軽く蒸らしてると思ってください。はい、じゃあいきますよ。パカッと、よし、じゃあ混ぜていきましょう。ぐるっとね、下から持ち上げるように全体がよく馴染むように混ぜていきます。美味しそうですね。いいですね。はい、こちらでタイと栗の炊き込みご飯でございます。どうぞ召し上がれ。はい、じゃあいただきたいと思います。めちゃめちゃ色がいいですね。ご飯も出汁のね、色でしっかりちょっとこう色づいていて、その上にね、タイ、そして栗実山椒乗っております。じゃあいただきます。うん、美味しい。いやー最高だね。うんうんうん、栗の甘みもいいね。しっかりご飯にまず出汁で炊いてるから、旨味がしっかり入ったご飯吸水していて、その間にね、こう醤油の甘じょっぱい感じかな、がクッと入ってきて、鯛の旨味がわーっと広がって、たまにね、水味がパンと当たるんですよ。それ殻の中で軽くふわっと入ってきて、そして栗が入った時に甘みを感じるっていう奥行きのある味に仕上がっています。こんな炊き込みご飯出てきたら、すごくご家族喜んでいただけるんじゃないかなって。え、これどうしたの、お店の味って言ってくれるんじゃないかなと思います。うん、まあ、なんかああいう和食系のご飯屋さんで、だいたい最後野鍋でご飯炊いてくれたりして、で、鯛めしどうぞみたいな感じでお土産でもらったりする、あれをね、こう持って帰るのがすごい好きなんですけど、これね、ぜひ、ね、多めに作っておにぎりにして明日食べたり、お弁当持ってったりしてもいいんじゃないかなと思います。お家でお土産みたいな感じでやってみてください。うん、めちゃめちゃ美味しい。ということで、今回はですね、この間お邪魔しました賛否両論さんの最後のコースでできた実山椒が効いた鯛めしと栗かの炊き込みご飯、すごく美味しかったので、僕なりにお家でできるような感じで作ってみました。決してね、賛否両論さんのレシピであるわけで全くないので、その点だけご了承いただきながら、ぜひ作っていただければと思います。とっても美味しかったです。ありがとうございました。